はい、こんにちは。今日はですね、この6月7月に買って良かったもの3つですね、そちらを紹介していきたいと思います。はい、では早速ですが、ここ最近で私が買って良かったものですね、そちらを紹介していきたいと思います。最近はコロナの影響もありまして、外に出る機会が減ってしまったので、やっぱりネットで買う機会が増えまして、ネットで買ったものが多かったんですけれども、まず一つ目なんですけれども、こちらユニクロのですね、クルーネックの T シャツ、ゴム袖の T シャツです。ですね、こんな感じになってシンプルなデザインなんですけども、こちらラグランスリーブになってて、ゆったりめに着るような感じで、ちょっと大きめの XL のサイズのものを買いました。こちらそうですね、何にでも合わせやすいんで、もう3種類買ってしまいました。こちらのベージュと、あとカーキとグレーですね、こちらの3着もうすぐ買ってしまいました。こちらはちょっとね、厚手の生地なので、夏にはちょっと暑いと思うんですけれども、ちょっと肌寒くなってきた時とか、これからね、夏終わってからまた出番が来るかと思うんで、本当にこちら買ってよかったと思います。はい、続きましてが、こちらのナイキのシューズですね。こちらもまだちょっと開けてないんです、開けてないんですけれども、こういった感じのシューズです。ですね、こちらのシューズはすごい安かったんで2足買ってしまいました。ナイキのですね、アプリ入れていただくと、で登録すると送料無料ということになっております。で、買ったのが6月末ぐらいだったんですけど、クリアランスセールをしてまして、もともとの値段から半額ぐらいになってたんですね。でそれで、さらにそこからですね、 30% オフっていう、もうセールをやってたんで、これはもう安いなと思って、即買いました。ちょっとですね、動いたりする仕事をしてるんで、まあ、こういったランニング系のですか、シューズ買ってみたんですけど、すごい軽くて非常に満足しております。そうですね、やっぱり今回のこのコロナの影響もありまして、多分な、まあ、予測なんですけれども、売れ残った商品とかって結構アウトレットショップとかにこう最後は行くと思うんですけれども、ね、アウトレットショップがコロナの影響で閉まってたりとか、そういったものがあるんで、多分ネット上ですごいもう叩き売りされてたような状態だと思うんですね。そこをちょうど買えましたので、すごいラッキーだったと思います。ですので、まあこれからね、なんかシューズ欲しいなっていう人いらっしゃいましたら、ナイキのホームページとかちょっと検索していただいて、ずっとチェックしていれば、欲しいやつが必ず安くなると思うんで、その時にぜひゲットしてみてください。その時はですね、ちょうど 30% オフとかもやってたんですけれども、たまになんか2足買うと合わせて 20% オフとか、なんかそういった機会もあるようなので、そういった機会を利用してナイキのシューズですね、ゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、で最後にもう一つなんですけれども、こちらも またユニクロの商品になってしまうんですけど、こちら届いたばっかりでまだ開けてないんですけど、ちょっと開けてみたいと思いますね。一応触れといた方がいいかちょっと分かんないですけど、一応こちらドラえもんとコラボしてるドラえもんの絵が描いてあるパッケージですね。はい、こちらですね、ユニクロさんのエアリズムの シーツですね。こちら、後ろにはベッドを使ってるんで、ボックスシーツと、あと枕カバー2枚になっております。こちらも買いました。ですね、正直なところ、この後ろに映ってるこのベッドなんですけど、こっちのもですね、もうすでに使ってるんですよ。こっちは白色で、こちらはグレーですね。本当はグレーが欲しかった、もうずっと欲しかったんですけど、人気なんでしょうね。もうグレーがもういつ見てもこのセミダブルが売り切れで、仕方なく白買ったんですね。でももう一組あってもいいなと思って、こうちょこちょこホームページの方、チェックしてたんですけども、そしたら偶然このグレーのが売ってるのを見かけまして、こちらを即ポチってゲットしました。でですね、ちょうどですね、5000円超えると送料が無料になるんですよ。なのでこのボックスシーツ1枚 と枕カバーですね、こうやって2個買うとちょうど5000円超えるんで、この組み合わせがベストかなと思って
これまた買いました。本当にこれは気持ちいいです。今まで夏になるとニトリさんの N クールとかああいうの使ってたんですけど、なんでしょうね、寝た瞬間はひんやりして気持ちいいんですけど、やっぱりそのうち温まってきちゃってエアコンとかタイマーかけて、寝るんですけど、タイマー切れると結局暑くてなんか 目が覚めちゃったりとかっていうことはあったんですけど、エアリズムのシーツにしてからは本当に寝つきがより良くなりました。すごいサラサラで気持ちいいんです。やっぱ白だと汚れが目立ちやすいので、このグレーっていうのをずっと狙っててやっとゲットできたって感じです。先ほどですねホームページ見てみたら、まだちょっと全種類ですか、全色残ってたんで、まあ気になる方はぜひこちら買ってみてください。夏はもちろんなんですけれども、春先からあと秋ですかね、まあ冬はねやっぱどうしてもあったかいものを使いたいと思うんで、ちょっと肝してるねシーツだったりそういったものを使った方があったかいとは思うんですけれども、まあ3シーズンですかね、ずっと使えるかと思うんで、こちらのシーツは本当におすすめです。本当に肌触り良くて快適に、ここ最近暑いんですけれども本当に快適に眠れてます。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね今回はコロナの影響もありまして、ネットショッピングだったりそういったもので購入したものが多かったんですけれども、またですねこういったおすすめのものがありましたら紹介していきたいと思いますので、またよろしければこちらのチャンネル見てください。ではチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた。